高度プロフェッショナル制度、これはもう裁量労働制よりかもっともう大きな問題があるという働く仕組みなので、私たちはこのような本当に長時間労働を助長する、そして過労死を促進する法律は絶対通してはならないという思いで、それで厚生労働大臣にも面談しましたが、やっぱりこの案を推し進めてきた安倍総理に面談を申し入れをして、そして過労死の実情を知ってもらって、それで判断してもらおうという強い思いがあって、この度16日にファークス送信して面談の申し入れをしました。でどうも、今日明日ぐらいに強行採決されるという流れでしたので、期限を今日までに、面談期限を今日までにしたんですけれども、まあ、残念ながら全く返答はいただけないということなので、私たちは官邸前で少しでも、まあ、安倍さんと面談できるようにということで、家族の会始まって以来の座り込み行動というのを今日は実行することにしました。夫は1ヶ月320時間から350時間で2週間連続勤務、年間4000時間という長時間過重労働になって、そんだけ頑張ってても会社から呼び出されて、まあ強い叱責を受け続けたということで、とうとう夫はうつ病になって、ご飯食べられない、寝られないという体調不良を会社に言ったんですけども、まあ聞く耳持ってもらえず、何の改善もなく、とうとううつ病が悪化して飛び降り自殺をしたんです。ですからせめてこれだけ働いてきた夫にね、ねぎらいの言葉をかけてほしかったんですけども、会社は責任を認めたくないがために、夫は勝手に働いて勝手に死ぬ、会社は何も命令していない、自己責任だったんですね。私はそれが許せなくて、ですから泣き寝入りをする人もたくさんいらっしゃいますし、まあ、私たちはやっぱり夫が生きている時になぜ救えなかったのかという自責の念があるわけです。ここには座りたくなかったですね。こういう状態で美和をここに連れてきたくはなかった。まあ、戦争でもないのに人が死ぬ、娘から先に行かれるとは思ってもいなかった。美和はこれから県庁キャップとして横浜に勤務して、結婚も決まってたのに、もうねその夢がね壊れた。私は二度と心から笑えることはなくなりました。今一応1075万とか研究職とか金融ディーラーとか金融アナリストに限ってるけど、制度が一旦適用されたら、ほら20年前に労働者派遣法っていうのが導入された時には13業種って限られてたのに、もうあっという間に全業種に広がってしまったように、このコープロも1075万があっという間に700万になり、400万になり、280万になり、職業があっという間に SE に広がり、一般事務職に広がっていくのはもう本当日の目を見るより明らかです。だから何としてでもこれを今止めないと、もう皆さんが自分の裁量ないのに仕事で命を落とすなんてありえないです。まあ、都内の民間病院の小児科医をしていました、中原敏郎と言います。まあ、長時間労働、過重労働が原因で、自ら自分の勤務先の病院の屋上の上の煙突から、まあ、投身自殺しました。去年44歳でした。やっぱり私はそんな仕事が原因で死ぬっていうのは私自身もとても納得できなかったし、まあそれまで、小児科医になってやっぱり19年
感、もう本当にすごい一生懸命患者さんのためにって仕事でもう自分のこととか家庭のこととかそういうのをもう全部殴り捨てて、ただただ仕事を一生懸命にやっていた人が最後はああいう亡くなり方をするのはちょっとこれは許せないなっていうそんな思いです。で、その労災認定取るのに8年がかりだったんですが、なぜ8年もかかったかっていうと、やっぱりその最初の労働基準監督署で医者の、当直は勤務時間とは認めないということだったので、じゃあ長時間労働、その過重労働っていうのは医者の場合、勤務医の場合どこまで働いたらそうなるんですかって聞いても、やっぱり監督官は何も答えられないっていうことで、まあ8年かかって労災認定を取り、そして11年間かかって最高裁までかかって、まあ、病院側と、まあ、和解という形で最終的には落ち着いたんですけれども、この高度プロフェッショナル労働制という言葉を聞いたときに、これはまさに夫の働き方そのものだということを感じました。それはやっぱり労働時間という概念を取っ払って、深夜労働も休日手当もなく、そういう残業手当もなく、ただただもうひたすらに本人が働きたいと思った、その働きたい放題のその仕組みがまさにこのコープロの働き方そのものっていうことを感じました。で、まあ厚労省の方とかは、いやいや医者はコープロの対象ではないっていうふうにはおっしゃられる、高度プロフェッショナルの働き方、コープロの働き方をしている人たちは今はいない、これから新設するものだからということを言われるんだけれども、そうは言ってもその同じような働き方をしていた人間がすでにこうやって死んでいるわけだから、やっぱりすごく危険な働き方だと私はこれはもう本当に確信して言えることです。労働者のためにとか、その働き方改革っていうんだったら、本当に12人の人たちの聞き取りで賛成者がいたのではなく、やっぱりコープロに関しては危険性があるっていう多くの専門家と、私たち過労死家族会、ましてやこの働き方で命を残している遺族の声を聞かずして強行採決というのはありえない、その気持ちで今日はここに座っています。